筆祭同盟、または南高筆祭同盟は、佐賀藩市で、藩校行道館教授で、国学者の枝吉上妃が中心となり、1850年に佐賀城下で設立した結社。南北朝時代の武将楠の木正重、正幸親子の忠義を称える祭祀を執り行う、数系団体。この筆祭同盟から、実定の枝吉次郎のほか、大隈重信、江藤新平。 大北加藤、東、吉武、久米国武ら、明治維新に大きな影響を与えた人材を多数輩出した。神尾は、三戸の藤田東子と、並び、東西の二血と称される。龍造寺八万宮境内の義牲同盟の、久藩では1663年に、佐賀藩氏不快神経、大北英哲らが、京都の仏師北京、宗志かもに、 南光府市桜井の駅欠別の像の制作を依頼し、佐賀山と町長明寺で毎年祭祀を行っていた。これは、当時の藩主や重臣らおよそ200人が参加する大規模なものであったが、神経没後祭祀を継いだ次男研究が老人に落ちたため祭祀は途切れていた。また江明寺も1783年廃寺となり、南光府市ご存像は高伝寺に移された。 その後八百十六年には座書を、バイ梅林案に移し象の修復が行われ、祭祀も一旦再開された。さらに国内に、尊皇思想が広がり始めたことをきっかけに、藩公行動官教授であった枝吉神妃が、発起人となり、千八百五十年五月二十五日、神日の辞典、枝吉次郎のほか、島田祐門、大古畑六、木原義次郎ら同士三十八人により、 議牲同盟が結成され、第1回の祭祀を行った。祭祀は、深江神経の子孫、深江主六が務めている。初期の頃は、国学者である神尾が、尊能論を広げるための私塾、政治結社的な面が強い。その後も毎年5月25日に祭祀が行われ、1853年には、佐賀藩の失聖、島家当主の鍋島 白石鍋島家当主の鍋島忠志公等も参加した。その際神日は、茂る神にご尊蔵を、竜造寺八万宮境内に一致することを提案し、1856年実行した。さらに1857年には、深井主録が京都吉田家より玉串免許を取得して、新職の資格を得、新式によるクス記者お祭りが行われるようになり、1880年まで、 存続した神火は、尊皇思想を藩内に広めることで、反論を尊皇倒幕へ向かわせることを目的としており、採点終了後は無礼講として、一切格式を問わず論議を行うという形で、参加者に尊皇思想を説いていた。また、後に参加した、大隈重信や江藤新平を加え、佐賀城北の大公寺を拠点に、定期的に会合を開き、 尊能思想や政局を論議した。しかし、藩主、直政の議論は自由に行うべきであるという方針により、藩の過労クラスから、下級武士まで様々な層から参加を得られたものの、徐々に藩の進路を誤らせるのではと危険視され、会合も次第に儀式化していった。そのため、添島種を見を京都に派遣し、朝廷関係者に倒幕を呼びかけたり、 大隈重信が直接藩主直政に談判を行うなどの規策を実行したが、いずれも失敗し、反論を動かすことはできなかった。とはいえ、同盟の参加者からは、明治維新などに大きな役割を果たした人物を多数輩出しており、枝吉上岐から直接影響を受けた者たちの中では、最年少の参加者で後に総理大臣も務めた大隈重信は、 この同盟の中から、後年生会に立って、頭角を表した人も多い。世がこれに加盟したのは、世に出て、志を立てるきっかけになったと言っても良いと、解雇している。参加者名簿は現存しており、龍造寺八万宮境内に保存されている。ありがとうございます。